ああすいませんいやなんか、はい、いやーさ,さっきの方ちょっと実は聞いてたんですよ僕ちょっとちらっとはいあのさっきのこれこれくん人形でしたっけ、うん、ちょっと声小さいなあー小さいですかこ,これで大丈夫ですかあオーケストンオケスはいいや なんか最,最終的に、いや、なんか本当放送中邪魔しちゃって申し訳ないんですけど、はい。えっと、あれ結局差し止めっていう形になったんですよね、多分ね。えっと、うん、買い戻しになりました。ああ、ということですよね。あのなんか使うってなったんで、はい。いや、余計なこと言っていいですか言わない方がいいですかいや、任せますよ。どうしよう。邪魔くさいですか<何>邪魔くさいですかいやいや、ななんんですか,すかいや、俺すげえ納得いかなくて。はい。いや、えっ、ー、と、一番最初に、 えっと、はい、例えば、これ、普通の社,社会人として、はい、ね、えっ、ー、と、普通に考えたときに、えっ、ー、と、うん、例えば、じゃあ会社でパソコンいらなくなりました。あの、うん、新しいパソコン買って、古いパソコンいらなくなりましたってなったら、絶対にハードディスク壊して、ゴミに出すんですよね。はい。それを、まずそもそも、ライバーさんがそれを、また、えっ、ー、と、 潰した例えば、じゃあ顔にスプレー塗って潰すとか、じゃあ裂いて捨てる、うん、もう使えないように裂いて捨てるとか、うん、普通そこの対応するはずなんですけど、うん、そこをせずにお金出しちゃ、た、うん、お金じゃねえ、えー、と、廃棄しちゃってるわけじゃないですか。 まあでもそこも含めて、法人専用の廃棄業者に頼んだっていう、のでだとすると、そのうん、廃品業者に対してヘイトが向くならわかるんですけど、そ,のうん、それをお金出して買った側にヘイトを向くのは、俺違くないかなそれは多分電話の対応が悪かったからじゃないかな、うん、例えば、横流しされた商品って分かっていながら、僕が使ってほしくないって言ってるのに強行して使おうとする。 対応は結構まずくないですかだとすると,、えー、と多分僕だったらどうするかっていうとこちらの不手際で、えー、とそれ本当はちょっと表に出ちゃいけない,そういう要はにじりをされてはいけないものをこちらの不手際でそういう風にちょっと出してしまったと。うん で、だから、うん、えっと、それをちょっと回収させてもらいたいんで、えっ、ー、と、そちらの、まあ、いろいろね、ご都合もあるでしょうから、そこの部分の、えっ、ー、と、金銭的なお話し合いとかをさせていただければっていうところで、むしろ下手に出る話だと思うんですよね。多分。うんそれを、なんか、こう、それこそマジで、変な話、一部の、ね、あの、よくわかんないコレリスが、そ,それこそ SNS 突っ込んでって、 いやまあわからんすけど、でも最初は僕もだから、電話対応が別に大したあれじゃなかったら使用してもいいみたいなふうはいはい、それ聞きました、聞きました、聞きました。ですよね。まあでも、やっぱ視聴者の気持ちもあるわけじゃないです。僕だけのキャラクターじゃないんですよね、これって結分かるそうわかるす、それは。はいはいはい。なんで、それを汲み取って、やっぱり今後使うのはちょっとやめていただきたいっていうのを言ったんですよ。うん、はいはい。で、でもやっぱり俺の中では、そこの。 それこそ結局じゃあ、えー、とどういう話になるかはまだ分かんないですよね例えばあの金銭とやまあ多分今後は、はい、あのお金を払って買い取りして終わりだと思います。うん、いやただそうですねんかちょっとなんか俺はなんか納得いかないっていうかいや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 。何かそ,の,その,なんかの電話の対応がっていうのも、うん、正直例えば、まあ、ネットで配信しながら。 うん、要は買った側の人もとつられてるわけじゃないですかあでもそれはもう了承した上ですよ、うん、僕は配信中でもいいですかはい、はい、っていうのは伝えててオッ、うん OK、でーででやっぱりそれが例えば配信中っていうのがあの配信で取り上げて OK ってなっててそれでやっぱりコメント欄でさんざんかれていやゃそういうふうにもなるくないっすかっていう人間的にっていうどういううにコメントで叩かれてるからちょっと高圧的になるそう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 、うん、こっちもこっちでだって主張があるわけですからだって。 普通にインターネットに出てかね売ってるものを売り物を買ったわけですからそれで何で文句言われんねんっていうのもあるじゃないですかいやもちろんそうなんですけど権威を説明した上で強行突破しようとしてるのは結構悪質じゃないですか、うん、でもそれってえっとまあある意味買ってるわけですから変な話、はい、お金を払ってねはいうん そうすると、その買ったものをもお金を払ってるから何でも OK って、うん、じゃあ、違法なものでもお金を払っ,、OK、って、うん、違法なんですか、それ。いや、でも今回、違法ですよね、違法なものが流出してますよね。え、横領品です、横領品が違法なものなんじゃないですか応料あ、横領品、ああ、そういうことね、ああ、うん、なるほどねあ、要はその、そこの説明も済んでてってことか。 そうそうそうそれを分かった上で理解した上で、ね、いやでもイベントが決まってるんだから使わせていただきますっていうのはちょっとこれ会社としてはおかしくないっていうあなるほどねあそういうことか <laughs> それは確かにそうかいやなんか俺の中ですごいなんかプーさんもこれちょっとでも,、うん、も老人出てますよこれいやいや今、まあ、ちょっと出てるけどいやでも、はい、なんか俺すげえショックだったのなんかその流れ的にこう なんだろう汚い大人にななっっっちゃったのかなと思ってお前がいやいや汚い大人相手でしょ <laughs> まあまあまあ今のそれ大人のでそれで,それで俺も確かに「ああね」って思ったその横領品って分かっていてでそれであのそれをそこの説明がずみっててそれをっていうところが、うん、ちょっと俺がちょっと失念失念っていうかそこを欠けてた部分だったから。うん いやでもねあのみんなねこれはプーさんのいいとこなんだこれあの誰に対しても思ったことをこうやって言うっていうのがやっぱりプーさんのいいとこでフォローフォローしてくださってありがとうございます相棒なんですよフォローしてくださってありがとうございます本当に俺の老害行為をフォローしてくださっていやいやいや本当にそう思いますそこかねそこか確かに僕もちょっと最初高圧気になったのはお届けないなと思ってましたからそこやっぱありますよいやいやでも良かったですなんかあのちゃんと埋まって良かったですなんか すげショックだった俺、なんかそこの部分がなかったせいでそれをなんかもう数のまあ変な言い方は悪いけど数の暴力的なところでねじ曲げたっていうふうに俺は取ってしまっていたからああなるほどそう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 いや良かったですんか話せないでも廃棄業者はかなり悪質なんでまあそれぜひぜひもうあのもう大暴れするんです、その時は。 いや、話せてよかった。よかった、よかった、なんか、解決しましたも、ね、僕。いういす,すみませんでした、か邪魔しちゃって申し訳ないです。あ、いえいえ、どうもです。はい、失礼します。はい、まあ、っていうことか、そうか、なるほどね。まあ、そうだね、横料品だって分かって、うん。見て、それを、ね、あの、警告したにもかかわらず。うん。 それを使うっていうことを強行するっていうんだったらまあ確かにそれはどう考えても悪いかうんまあまあこれはこれはねそこの俺が聞き漏らしてた部分があったからそこはもう完全に俺が悪いわうんそうこれでこれで情報完璧じゃないのにとつってって文句言うのは俺がお門違いだねこれはこれは論破されたね俺は「ズクズンズンズクズクズクズン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 ズクズ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 ズズク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 ズンズズクズ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 ズズズズズクズズズズズズ